こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ゲイ貿易と自称してウィズコロナをスタートしたと宣言した途端、感染者が急増した韓国ですが、コロナ検査キットの製造工程が韓国らしく衛生的な環境で作られていたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。コロナの感染者が急増しているため、多くの人が陰性・陽性を自己検査キットで判断しています。どうやって作っているのでしょうか。私たちの常識が粉々になる映像を今からご覧ください。このように非衛生的な環境で作ったキットで検査し、これらの綿棒を鼻の中に入れていたのかと思うと言葉がありません。3人が部屋の床に座って自己検査キットの部品を組み立てます。試薬を混ぜた後に封入するときに使うノスルキャップですが、手袋もせずに触る人もいます。京畿道にあるキット部品メーカーから仕事を受け、家庭で組み立てられている様子です。主婦が副業をしているのでやり方を教育している映像もあります。この会社は検査キット完成品メーカーに10社余りに納品していますが、国内で流通許可を受けた会社も5社に達します。昨年8月の1ヶ月間で副業帳簿に記録された部品だけでも100万個を超えます。副業過程を知っている関係者は欠陥品が多かったと言います。医療機器の製造スペースは食品医薬品安全所から製造許可を受けなければなりませんが、このような手続きを破ったのです。工場作業場の衛生管理も不十分でした。ペットが作業台の周りを歩き回ったり、倉庫のあちこちに野良猫が入っています。メーカーの代表は工場内で副業部屋を運営していましたが、家庭で作るように渡したことはないと釈明しました。また、ペットを作業場に放さなかったと主張しました。問題は、このような部品がどれほど完成品として作られて流通したのかがわからない点です。食品医薬品安全所は先月14日に申告を受け、3週間が経過した今月6日に現場調査を実施しました。食品医薬品安全所の関係者は、職員の確認などで現場調査が遅れただけで文書点検は行ってきたとし、納品する会社が多く調査に時間がかかると説明しました。市民団体は検査キットの管理不十分を理由に食品医薬品安全所とこの業者を明後日警察に告発する計画です。それではネットの反応です。申告されて3週間後に現場調査を行う食品医薬品安全所もすごいね。公務員はいつもそうだよね。仕事をしない公務員を解雇しろ。食品医薬品安全所を職務怠慢で逮捕するべきだ。調べて処罰してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。